全国知事会は政府からの一斉休校の要請について、放課後の児童や生徒のケアを含めた現場の実情に合った対応と、それに伴う保護者への休業保障を求めました。また、マスクや消毒液などの増産体制の整備や、自治体で予算額を繰り越しても今後の財政支援に影響がないよう国に求めました。